トラブニクは、ボスニア・ヘルツェゴビナの都市を呼び、基礎自治体で、サラエボからは、約 100km ほど北西に位置し、同国を構成する構成体の、内ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の中央ボスニア県に、属し、同県の県都である。1697年から1850年に、かけて、オスマン帝国ボスニア州の主府が置かれていた。トラブニクは、中央ボスニアに位置し、 ボスナ川の支流であるラシュバ川が町を流れている。トラブニクはラシュバ川の渓谷に作られた町で、東はボスナ川渓谷、西はブルバス川渓谷とつながっている。トラブニクの標高は514メートルで周囲をビレニツァ山やブラシチ山などの山地に囲まれているのが地理的な特徴である。ブラシチ山の名はブラフ人にちなんでおり、 標高は1933メートルである。トラブニクの気候は、アドリア海南部とパンノニア平原北部の間に位置する大陸性気候である。夏の平均気温は、摂氏18.2度、冬は摂氏0.5度で、毎冬降雪が見られる。トラブニクはいくつかの居住地の発見から、青銅器時代に遡るとされる。歴史的には、 紀元前数世紀に遡るとされ、当時の多くのものは、ローマ集落の存在を示しており、要塞や他の建物跡が残され、初期のキリスト教制度などやローマのコインや、飾り学等も見つかっている。発見された、いくつかの文書から、集落は、ローマの植民地であった30キロメートルほど離れた、京のゼニツァと、つながりがあったことを示している。この地域が、 初めて言及されたのは1244年に、ハンガリー王国のベーラ4世によるもので、トラブニクはこの地域の城塞都市の一つであり、カシュテル城塞は供給市街の区域となっている。中世、トラブニクは、ボスニア王国のラシュバ州であった。オスマン帝国による最初の言及は、近隣のヤイツェを征服した期間に見られる。オスマンのボスニア支配後、 人口の多くをイスラム系が占めるようになった。トラブニクはこの地域の支配の中心として急速に発展しモスクやバザールなど様々なインフラが整備されていった。1699年、それまで行政的な中心であったサライボがハプスブルク君主国のオイエンフォンザブイエンによって焼き払われるとトラブニクは オスマン帝国ボスニア州の主婦となりはズイールの邸宅などが置かれるようになった。トラブニックはオスマン帝国の西側の前線の中心として重要になり、フランスやオーストリア・ハンガリー帝国の領事館が置かれていた。オーストリア・ハンガリー帝国の支配下で共同統治国ボスニア・ヘルセゴビナとなった後、 西洋化と工業がトラグニックにもたらされたが都市としての重要性は低下した。このカンバニア、ルカ、サラエボ、トゥズラ、ゼニツァなどの都市は急速に発展している。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争時、市民の多くはセルビア人勢力との紛争から被害を避けるため、街から逃れているが、ワシントン合意以前に、 地元のボシュニャク人とクロアチア人勢力の間での衝突が起こっている。戦後、トラブニクは中央ボスニア県の県都になった。1990年代初期の紛争中、特別な産業が特にないトラブニクは経済的に苦しんでいた。1981年のトラブニクの GDP はユーゴスラビア平均の63%であった。現在、 この地域の産業は農業や畜産業などで工業はマッチや家具の製造などである。食品加工はまた有力な産業で生肉や生乳が行われている。トラブニクには豊かな文化があり、そのほとんどはボスニア州の主婦が置かれたオスマン帝国期に遡る。トラブニクには旧市街があるが15世紀半ばのボスニアが独立を。 保っていた時期にまで遡る。多くのモスクやクロアチア人のカトリック教会が、この地域には存在し、歴史的に重要な象徴である、素晴らしいオスマンの墓地などもある。私立博物館は1950年に建てられ、この地域をより感じさせるものとなっている。トラブニクは1961年に、 ノーベル文学賞を受賞したサッカーイボ・アンドリッチや1998年に、サッカーのクロアチア代表チームの監督を務め、ワールドカップでクロアチアを3位に導いたミロスラブチロ、ブラジェビッチなどの出身地として知られている。ボスニアの他の多くの町と同様に、トラブニクもその多くを、歴史や地理的なものをベースとした観光に依存している。 近隣のブラシチさんはボスニアヘルセゴビナでは高い山の一つで、スキーやハイキング、ソリスベリの敵地となっている。ありがとうございます。